これが本当に美味しいです。レジで焼いてくれます。ほい、じゃあちょっとホテルに帰ってきたんでお昼ご飯ちょっと食べます。ごめんな、なんか急になんか YouTuber っぽいあの画角になったんでちょっとびっくりしたと思うんですけど、お昼買ったのはこちらでございます。ガパオライスみたいなやつと、あとこのなんかブルガリアヨーグルトのやつと、さっきお店で焼いてもらったホットサンドです。そしたらホットサンド食っていきます。わ、なんかめっちゃ YouTuber っぽい。これがマジでうまいのよ。お店でさ焼いてくれるっていうのがいいよね。見える、うまそう。じゃあ中身割ろうか。あ、これも今回あれや、デニッシュ生地や。ほうれん草とチーズで、あー、ハムが入ってます。美味しそう。いただきます。あ、もううまい、超うまい、最高。友達に教えてもらってんけど、これはうまい。これタイ行ったらぜひ買ってほしい。うまいよね。で、これがガパオライス、美味しそう。あ、あった、いただきます。これはちょっと辛そう。バジルとガパオのあれが入ってます。いただきます。うん、あ、辛っ、めっちゃ辛っ、美味しい。あ、でも辛っ、めっちゃ辛っ。このシリーズ全部辛いわ。これ辛い人無理なのは絶対無理やわ。で、一番気になったのがこれなんですよ。セブンイレブンで電光掲示板、なんかサイネージでさ、ずっと出てたの、この、なんか G ビートってやつ。エナジードリンクだと思うんですけど、ちょっと飲んでみます。これはうまそう。ちょっと飲みます。さあ、どんな味なんだろうか。ああ、美味しい。味がね、バブルガムって書いてあるんだけど、確かにガムの味する。あの、ダブリシャスって昔あったと思うんだけど、あれのグレープ味にちょっと近いかも。もっとキンキンに冷やした方がよかったな。なんかさ、あのコンビニの冷蔵庫ぬるかったよ、めっちゃ。あれぬるかった。あとはこれか。これも飲んで飲みます。あ、グレープフルーツヨーグルトなんですけど、なんかあんまりグレープフルーツ感は強くない。風味がある感じかな。あ、でも美味しい。うまい。これうまい。 OK、 ということでですね、お昼ご飯食べてちょっとダラダラします。いやー、なんか楽しい。足のマッサージをしてもらっております。ちょっとしかされてへんのに痛い。みんな優しいです。うわ、すげえ、うわ、うわ、すごい。おお、めっちゃ痛い。あはは、my foot hard? Hard? あー、痛い。さやご痛い。あー、すごいです。すごいです。すごいです。あー、やば、やば。好きですか。すごい。もうなし。めっちゃ食らいました。よかったです。イエーイ。白ご飯のことパイタンご飯言うてるのやばいな。そこでいいですか。フォー。はい、ではタイの旅最終日でございます。はい、今からチェックアウトしてお土産いろいろ買いに行ったりしていきたいと思います。あー、ラストデイ、行ってきます。ホテルの人が乗っけてくれるって。あー、でも、Thank you。
わあ、やった。めちゃ店員さん優しいです。Thank you。Let's go。ここまで乗れたの嬉しい。これにしました。プリッツのトムヤムクン味。うまいかどうかは知らん。美味しかった。2日連続来てしまった。綺麗。まあでも夜の方が全然綺麗やわ。すごっ。本当に夜の方がいい。アプリで事前登録をしてこんな風に陰性などは証明されたらこういう紙を渡されるみたいです。水際対策割とすごめ。眩しい。帰国しました。というわけで長かったようで短かった1週間ほどのタイの旅終わりです。それでは皆さんまた見てください。バイバーイ。市場入館中央新鎌ヶ谷東松戸方面へのアクセスと